よろしくお願いします。佐藤です。本日はハイパーレジャー拡大というプロジェクトで園のご紹介 で、これでどんな感じのことができるかというのを中心にご紹介できたらなというふうに思っております。で、目次としましては、リアルワールドの取引とブロックチェーンの関係ですね。いきなりブロックチェーンの詳細の話をするんじゃなくて、実際に取引をするということとブロックチェーンがどういうふうに関係してくるんだろうかというのをご紹介をします。で、その後に、ハイパーレジャー拡大自身のご紹介をしまして、その後に、ハイパーレジャー拡大を使ったシステムで、として、コネクションチェーンという、弊社の、製品なんですけども、こちら拡大を使っているものですから、こういったものが作れるんですよという例としてご紹介していこうと思います。で、実際にこのコネクションチェーンを使ったですね、POC なんかもあるんで、そういったことが拡大を使うとこんなことができるんだよという例になるかなというふうに思います。で、まず最初にリアルワールドの取引とブロックチェーンの関係という、そういうところなんですけども、取引をするということを考えます と、この図でいうと左側ですね。左側でざっくりと、ものすごくざっくりと書いていますけれども、買い手と売り手がいますと。で、この例でいうと、なんか高価なワインがあって、高価なワインを買い手が買いたい、で売り手は、お金をもらいたい、当然そういうことになると思うんですけれども、そういった感じの取引をします。でもちろん、あとはお酒だと20以上じゃないと買えないとかってあるんで、身分の取引、あなた本当に20以上ですかっていう確認もあると思いますけども、いろいろなことがあって、でお金を渡して、その帰り見返りとして商品がもらえるという仕組みになっているかと思います。でそれをブロックチェーンの上でにマップするってなると、ブロックチェーン、例えばイーサリアムだと、イーサリアム上でコインを私からあなたにあげますっていうことが発生して、でそれと一緒に、逆向きにですね、逆向きに、お酒に相当するトークンが実はもうすでにあって、でそれが、売り手のところから買い手に移転されますっていう感じになると思います。でもちろん、やり方はいろいろあるかもしれないですけど、あとは、トークンもらっただけじゃあんまり意味なくて、実際はお酒欲しいんだということがあると思うので、それに相当するですね、ちゃんと、お酒を遠くもらうだけじゃなくて、お酒を実際に送ってくださいということも一緒にあるかなと思います。で、ちょっといろいろ話しちゃいましたけども、いろんなことをやって、すべてセットとしてやらなきゃいけないということがポイントかなというふうに思います。つまりお金を渡したけど、遠くはもらえないとか、そういったことが発生しては取引にならないので、そういった意味では全て丸々セットとしてできなきゃいけないかなと思います。で、細かく説明しちゃいましたね。ですね、今ちょっと口で説明してしまったことを、図に書いていますけども、相手を確認するとか、あとは値段の交渉があると思うので、値段の交渉を、あとは、例えば、何万円っていったものを交渉で決まったら、それに対応する金額のトークンを、お金をイーサでもらうとか、イーサでもらって、でそれと一緒に、トランザクションとして、トークンの手渡し、NFT の手渡しをしますっていうことをして、ということをやらなきゃいけない。あとは、物に対応するもの、最終的にちゃんと送ってもらうと、書いてからすると、物を送ってもらわなきゃいけないよねと、そんな感じのところが、懸念点という感じになるかなと思うんですけども、こうやって見ると、単純に一つのブロックチェーンの中でトークンを理解するってだけじゃなくて、若干複雑なことが発生するんだよっていうのがここでわかるかなと思います。はい。で、先ほども私の前に話してくださった皆さんに結構いろいろ話してくれたと思うんですけども、ブロックチェーンいろいろ種類があります。で、さっきはパーミッションレスとかパーミッションドとかっていう感じの分類で、言ってたかなと思いますけど、基本的に同じことを言っていて、私のこの図ではパブリックチェーン、プライベートチェーン、コンソーシアムチェーンという分類にしていますけども、イーサリアムみたいなパブリックなやつは、パーミッション、
アミションレスのやつですね。でこういったものだと、誰でも、そのネットワークにジョインできますよ、でシステム構築が不要ですよとか、そういった、特徴があります。ただしその代わりその取引には時間がかかりますよとかいうところが、まあ課題かなと。で逆に、プライベートチェーンとコンソーシアムチェーンは、まあ、ざっくり言うと大体同じなんですけども、ですね、まあ、限られたところメンバーの中で、まあ、プライベートだと一つの組織の中だけで、ブロックチェーンネットワークを作って、でそこで、取引をするというような感じになっています。でコンソーシアムなんかだと、そのコンソーシアムそもそもジョインメンバーとして入るからにはそれなりに信用があると、お互いに信用している組織間であるかなということがありますので、その中でガバナンスが管理できるかなと、そういったような特徴があります。で、これもちょっと文字で今話したことを表にしましたけども、ビットコインとかイーサリアムなんかは、例えばプルーフオブステークによってトランザクションを投げたりとかできますけども、その代わり、取引承認が遅いとかいう弱点がある。逆にコンソーシアムとかだと、早いんだけど、まあ、運営コスト自分でノード立てなきゃいけないとか、いろいろいいところもあれば悪いところもある。当然その用途によって使い分けるというような感じになるかなと思います。はい、でさっき最初に、ご紹介したというか、出した例でいうとなんですけども、お金を出して、で、NFT の遺伝とかっていうような感じの、例を出しましたけども、じゃあそれってそれぞれ特性が違うじゃない、まあ、お金に関して言うとイーサリアム使えばいいよねっていうのは多分、まあ、色はあるかもしれないですけども、あるかな、まあ、これが一つの、まあ、分かりやすい例かなと思いますけども、じゃあイーサリアム上で、そのお酒に対応するトークンをっていうのを、もちろんありですけども、そうじゃないと考える人もいるかなと思いまして、例えば、ハイパーレッジファブリックを使ってお酒に関するトークンを管理するための組合みたいなのがあって、そこでやってますというような感じにしてあげるとですね、まあ、そこのネットワーク上でのトークンっていうのはちゃんと、移転したらちゃんと品物が届くんだよみたいな感じの、信頼関係みたいなのも、確立できるかなと。そういうふうな感じで、使い分けることがあるかなと思います。であと最初にお酒なので年齢確認という話をちょっとしましたけども、これに関してはついさっき私の前でヘイリー・インディーの話があったと思いますけども、あれを使って、私は買い手が私は確かに20歳以上ですよということを証明してあげるということが できまして、でその場合だと、レジストリー、執行リストしか書いてないんですけども、レジストリーに対して、ベリファイする人が、DID ドキュメントとかスキマとか、リボケーションとかそういったもののデータを取ってきて、チェックするというような感じになりまして、こういった感じで、まあ、これはトークンじゃないかもしれないですけども、そんな感じで、やっぱりレイチャーにアクセスするというような感じの、まあ、仕組みが必要になります。でこれ見ると分かると思うんですけども、いろんなレッチャーもバラバラのものがあって、この図だとすでに3つありますけども、3つのものを使ってやっと1つのサービスができるというような仕組みになると思います。でそれでブロックチェーン関連系技術ハイパーレッチャー拡大という話になるんですけども、ちょっとプロジェクトの話にしますと、ですね、今カクタイという名前なんですけど、昔は単数形のカクタスというやつだったんですけども、これ、どんなことができますか、どういったものですかっていうと、まあ、ここでサポートしているここに、10個かな9個かな、こんな感じのたくさんのレッチャーをサポートしているんですけども、まあ、一つの、まあ、それぞれ別々の SDK がありますというものなんですけども、それを全て自分で作るの大変なので、一つのフレームワークの中でどのレッチャーでも、同じように例えばトランザクションを組みたいですって言ったら同じ名前の、関数を呼ぶと、こっちのレッチャーにはちゃんとそういうふうに動いてくれるというような感じの、
仕組みを提供するというのが拡大ですね。でこれを、仕組みを提供するというようなものでして、ここ富士通とあとアクセンチュアと、で昔いつからだったかな、数年前からやっていまして、最近 IBM の方だったんですけども、それで、開発が続いているというような感じかなと思います。で先ほどの例に、戻ります。でですね、ブロックチェーン関連の利用例ですね、さっき話したように買い手がいて売り手がいますという感じなんですけども、この人実際にシステムを作るとなるとですね、売り手のシステムがあって、で買い手はそこにアクセスして、私は確かに、この、年齢です、でこの値段で買いますっていうような感じに、のことを意思表明すると、売り手のシステムが買い手は本当に形以上でしたっけ、で価格は、ネゴシエーションしてこれになりました、でじゃあ、実際にトークンの移転とかってやりましょうというような感じのことをしなきゃいけないと思うんですけども、その場合だとさっきの例だと3つの種類のレッジャーがあります。でそいつにそれぞれアクセスして、それぞれのレッジャー別々の動作をしなきゃいけないんですけど、そういったことをするために3つの SDK を使い分けなきゃいけないというような感じになっています。でそれって実際に、やればできるんですけども、それはそれなりに大変だということなので、ハイパーレッジャー拡大を使うとちょっと楽になる、ちょっとじゃなくて、たくさん楽になりますよという話なんですけども、どんなことができるかといいますと、レッジャーに対してのアクションってそんなに、全然バラバラかってそうでもなくて、トランザクションを要求するとか、スマートコントラクト呼ぶとか、あとは実際にブロックができたっていうのを監視するとかというような感じでざっくり分けることができるかなと思うんですけども、そういったレベルで抽象化してあげて、各体のフレームワーク上にその今言ったものを API として提供しています。でそういったことをしてあげたことで、どのブロックチェーンでも同じような API を使うことで、それぞれ、ここにありましたけども、ここにアクセスすることができるというようなことができます。で実あと、あとですね、どのブロックチェーンのタイプスクリプト統一っていうのはどういうことかっていいますと、例えばインディ、さっきの話だ と、Python のが、Python のクライアントが、先行してますよみたいな話があったかと思うんですけども、その Python で書いたやつはこっち側の、拡大レッジャープラグインの方に押し込めてしまって、クライアント側の方はあくまでもタイプスクリプトで呼び出すと、こっちのプラグインの方の機能、Python で書かれたやつが動いて、ちゃんと、アクセスできますよみたいなこともできるというのも特徴かなと思います。で、こういうふうにすることで、ユーザーコード、ここにユーザーコードとありますけど、ここで、自分がやりたいことを書いてあげて、で各体の API を呼び出して、でそこでトランザクションをお願いするとかっていうことを書くだけで、実際にサービスを作ることができるというような仕組みになっております。で、今言ったことですね、の繰り返しになるかもしれないですけども、こうやって3つの種類のところに、レッジャープライムにそれぞれありまして、で、ユーザーがちょっとコードを書くだけで、NFT とかですね、そういったものをユースケースを簡単に実現するというような感じのことが、各体のメリットになっております。はい、で次に、各体はこんなものだよねっていうのを紹介できたと思うんですけども、じゃあ実際どんなユースケースがあるの、実際にやってるところってあるのということで、うちの、富士通の製品なんですけども、コネクションチェーンというものがありまして、これの、ご紹介ですね。でちょっと元に戻りますけども、スマートコントラクトってどんなものだったっけと考えますと、ですね、オンライン上で、ペイメントとトランスファーがあったとして、その取引がありますよね。取引をするときに動作ロジックを検証して、取引を実行して、でその実行しましたよっていう記録を、取りますといったことをネットワーク上でやってくれるというのがスマートコントラクトかなと思います。
で、仲介する、まあ、仲介するのがスマートコントラクトです。で、そういったことで、どっかのウェブサイトに、まあ、ID パスワードを取って信頼して、そこで取引をお願いするというような感じじゃなくて、エンドユーザー間でそういった取引ができるというのがメリットです。で、先ほどの例だと、3つレンチャーの話出てきましたけども、まあ、実際には、こんな感じで、違うレッチャーでいろいろ価値が存在していて、ここで価値を交換してここで価値を交換するといったようなことがあると思うんですけども、その場合だとその間をつなぐところってどうなるんだろうという話なんですけども、さっき言ったそのスマートコントラクトの機能というのは動作ロジックの検証とか取引の指導の実行とか、記録ですね、そういったものがありますけども、基本的にスマートコントラクトっていうのはレッチャーの中で完結していますっていうものなので、例えば左側の、ブロックチェーンの中ではそれなりに、完結した機能がスマートコントラクトとして書けます。右側も同じようにそのこのネットワークの中だけでは、完結したものができます、なりますけど、その間ってどうするんだろうと、間でトランザクションっていうのをちゃんと完結することができるんだろうかというのがありまして、マルチチェーンだとそこが若干課題になるかなということで、富士通ではその間をエクステンデッドスマートコントラクトという、技術を開発しまして、そういったことが、実現できるというような技術を作りました。で、それを、コネクションチェーンと呼んでるんですけども、で、どういったことができるかというと、ここでスクリプトを書くことができて、こっちの、右側での、ブロックチェーンでこういったブロックが出てきました、こういったトランザクションが発生しましたといったのを監視していて、それが起きたらこっち側のブロックチェーンに対して例えばトランザクション発行してくださいといったようなことを、まあ、そういった指示をするような、設定ファイルを書くというようなことができるものがコネクションチェーンという製品。それでその実際に起こったトランザクション、その完結したものに関しては、コネクションチェーンが持っているブロックチェーンが記録されるので、あとはその検証もできるというような感じのものになっております。で、なんでこの製品を紹介したかって言いますと、このごめんなさい、ちょっと戻りますね、このちゃんと絵に書いてなくてすいませんが、このスマートコントラクト、エクステンデッドスマートコントラクトというあのブラウンの丸がありますけど、この、コネクションチェーンがこれに相当するんですけど、これが右側と左側にアクセスしているあの赤い線のところですね。赤い線のところは、ハイパーチャー拡大を使っております。で、それぞれ左側のレッチャーに対してアクセスするときは左側のレッチャープログラムを使って、右側にアクセスするときは右側のその拡大のプラグラムを使ってというような感じになっておりまして、なので、各体が対応して、さっき、9つか10ぐらいのレッチャーのタイプがあったと思うんですけども、それに、どれでも基本的には、このコネクションチェーンでアクセスできるというような感じの仕組みになっております。で、もう一つですね、富士通には Web3 アクセラレーションプラットフォームという、まあ、こういった基盤が実はあるんですけども、ここで、ここにあのデータイートラストってありますけども、ここに、どんなものがあるかというと、あの企業間でデータやり取りしたときにそのデータのやり取りを記録して、トレースできるというような、仕組みが中にあるんですけれども、それに対するプラグインというのも、今回作りました、実際、まあ、各体で使うために作ったんですけども、ハイパーレッチャー、あの、ハイパーレッチャーのプラグインとしてリリース6月にしまして、なので、まあ、誰でも使える、この Web3 アクセレーションプラットフォームにアクセスできる API を叩いているので、そこにアクセスできれば、各体から使えるというような感じになっております。で、コネクションチェーンはその上に、動いていますので、コネクションチェーンを使って、パブリックイーサリアムとか、あとはコンソーシアムチェーンだと、例えばパブリックそういったもの、どれも、各体、コネクションチェーンから使うんですけども、同じようにこちら側の Web3 アクセレーションプラットフォームの、その
データの、トレースの、プラットフォームにアクセスして同じように扱うことができるというような感じのものがあります。で、ですね、それを使ってどんなことができるかといいますと、今言ったプラットフォーム左なんですけど、左側で、例えばこの POC だと CO2 排出量の小積の記録を取って、そこから、そのトークンを発行するというような感じのソリューションを、まあ、POC として作っているんですけども、左側で、例えば企業がこれだけの CO2 を発生しましたというのを記録を取っております。で、それで、コレクションチェーンがその記録を見て、まあ、ここに各体ではありますけど、各体のクラウドを通してそこの記録を見て、でここの企業だと、このぐらいの CO2 を今まで発生させてたんだけど、まあ、今回これだけ減ったね、で減った分にはクレジットを発行してあげようというようなことを考えて、でこちらのイーサリアムの方の、テストネットなんですけども、イーサリアムの方で、それに今回、減った CO2 に相当するクレジットをイーサリアムの方のトークンとして、作ってあげようというような感じのことを、作ることができます。こんな感じで、ですね、いくつかのデータソース、まあ、こっち左側のデータソースと、ブロックチェーン、右側のブロックチェーンとくっつけて、例えば CO2 排出量実績からパブリックチェーン上の、トークンに変換するというような感じのことで、もちろんそのブロックチェーン、イーサリアム上のトークンなので、それをさらに理解するといったことが可能になるということが、POC で実証できました。で実際、こちらに、お見せしている、まあ、これデモ画面なんですけども、さっき言ったみたいに、まあ、このちょっと薄いブルーのやつがベースラインで、あの縦棒が今回の CO2 発生量ですよみたいな感じなんですけども、これを見ると、4トン CO2 発生量少ないとなると、その CO2 の分のクレジットを発行できるようで、オーバーしてしまった場合はよそのクレジットを買ってきて、相殺することができる、まあ、そんな感じのことができるようなシステムを POC として作っております。でですね、今の例なんですけども、実際普通に作ろうと思うと、それぞれたくさん、ブロックチェーンがありますといったところを前提として想定しますと、それぞれ連携するシステムを個々のブロックチェーンに作んなきゃいけないというのがスタート地点になるかなと思いますけども、各体が、まあ、コネクションチェーンの下の各体がありますので、この右はですね、コネクションチェーン導入すると各体のおかげで、それぞれのブロックチェーンの連携システムとの位置から開発しなくて済んで、作るのがとても簡単になりますというのがメリットになります。で、まあ、若干各体が、あることで作るのが楽になるというのが特徴です。で、まあ、これでほぼ終わりなんですけども、私からの今回の皆さんへのお願いなんですけども、まあ、ブロックチェーンを使っていろんなサービスを作ってくださいというのが、メッセージになるんですけども、ですね、あの左側にちょっとカスタムプラグインってちょっと書いたんですけども、プラグイン各体ってプラグイン構造でな、あのアーキテクチャになっていまして、いろんなレッジャーとかいろんなデータソースに対してプラグインを書くとですね、他のレッジャーと同じように扱えるというような感じになりますので、カスタムプラグインを作っていただいて、既存のシステムであるとか、あるいは、まあ、独自のレッジャーテクノロジーをお持ちのところであれば、そのプラグインを作っていただくとですね、例えばイーサリアムとか、例えばハイパーレッジャーファブリックと相互運用できるような、ものがアプリケーションをみんなに作ってもらえるというようなメリットがあります。実際ユーザーさんに関してユーザーさんの観点からしてもですね、いろんなレッジャーを組み合わせて新しいサービスを作るというのが、各体を使うと簡単になりますので、ぜひですね、いろんなサービスを、例えばイーサリアムの中で閉じているサービスを考えるんじゃなくて、イーサリアムとファブリックとかイーサリアムと例えばコルナとか、そういったところを組み合わせて、どんどんサービスを作っていっていただきたいなというふうに思います。
でまともですね、まず今日最初にリアルワールド取引とブロックチェーンの関係をざっくりご紹介しました。で、まあ、いろんな特徴を持つブロックチェーンがあるんだよって話と、それぞれ、もうすでにまずいろいろブロックチェーンってバラバラに存在してますけど、そういったものを組み合わせてサービスができるよねという話をしました。で、それを組み合わせるためには各体を使うことで、まあ、いろいろ楽になります。で、あとは各体を使ったシステム例をご紹介しまして、コネクションチェーンですね、コネクションチェーンが例の一つとして、ありましたのでご紹介しました。で、最後に、皆さんに、そのブロックチェーンを使った新しいサービスを作っていただきたいというような、メッセージを、出させていただきました。はい、以上が本日の内容であります。ありがとうございました。佐藤さん、ありがとうございました。